リンリン、ハロー、パラレール、リンリンパラレールのリントです。はい、本日のリント日記はですね、先日脱走して、もう大事件を起こしたシェフィーくんの、くんなのかな、ちゃんのなのかな、未だにわかりませんが、シェフィーの、刑事が改造されたよという動画でございます。はい、ちょっとね、安心しきっていてはいけません。それに関しては、私が、本当に未熟でございました。網をつけずにね、バスキングライトで照らすみたいな感じの状態にしてね、この高さあれば登れないだろうと思ってたんですけれども、先日のね、動画で、後確認したんですけれども、逃げてしまってね、こっから見つかりましたよっていう動画なんですけれども、あそこにもね、コメントで入れてたんですけれども、実はですね、このコードを登ることができてしまったらしいです。で、今回もね、登るのを確認しました。はい。で、実際ね、今ここのところを、こういう状態になってしまってるんで、ここをね、覆えるものは必要だなとは思うんですけれども、さっきね、登るのを確認して、こっからはね、さすがに出れませんでした。が、安心しきってると、足元救われる可能性があるので、ここは何か、覆うことができるようにはしようと思います。あとこっちもね、コードを入れられるようにこうハンダで溶かしたやつなんですけれども、ここも何かねちゃんとしておこうかなと思います。それこそここはこことここにね穴開けて結束バンドを通して何て言うんですかね、ここに格子状のものを作っておけば多分出ないと思います。さっきもここからは出れなかったんで大丈夫だとは思います。こっちは、何にしようかな。何にしようかは悩んでますけれども、止めておこうかなと思います。それはまた後日、ちょっと、やろうと思います。今ちょっとね、ここまでできて、とりあえずっていう感じでございます。で、ここはね、何度も、取ったり外したりできる結束バンドをね、1,2,3,4っていう形にして、こう、広げられるようになってます、ここはね。で、奥のは、外さない結束バンドがね、ついている状態になります。で、天井に、LED のライトを仕込んで、そして、ここをバスキングスポットとしてね、この間ね、川で拾ってきた石をね、こんな感じで置いて、そこをね、バスキングスポットとして使ってもらってます。お前すごい綺麗にバスキングしてるね。かわいいな。まあそんな感じでございます。ひとまずはね、そんな感じでいきます。で、その上は直接ね、今、ロペ様ね、レオパのロペ様が今そこに。ロペのゲージも今ちょっと、洗って終わったので、蓋が開いてる状態ですね。ここもね、しっかりした蓋が今はついてます。こういう感じでね。はい。よし。でね、今ここは開いてるんですけれども、ここにですね、先日ちょっと壊れてしまって、ちょっとなかなかね、使えなかった、冷温庫をもらったんですけど、やっぱり壊れてて、冷温庫、ちょっとね、やっぱ冷えが悪かったんですよ。で、その話をですね、していたら、とある方がですね、ワインセラーをくれるということになって、ワインセラーがですね、今週の日曜日なんで、明日かな?そうです。明日のね、午前に届くようにって、届けてもらうようにしてます。なんで、その時に、ここに置いて、中のケージのレイアウトをね、しっかりして、で、そのワインセラーはね、もう山椒を専用に使おうと思っているので、多分中身もね、思いっきり山椒がね、遊べるような状態の、設置状況にしようかなと思ってます。その動画も、まあ、またあげます。で、ちょっと餌とかをね、今、ストックできる場所がごっちゃごちゃになっちゃって、今、もうこんな感じになっちゃってるんで、なんで、この辺の掃除をね、この後しようかなと思います。あと、わらじとかね、あとは、この辺の、もうぐっちゃぐちゃでございます。この辺ね。はい。あと、わらじ用の床材ね、腐葉土ね。はい、っていう感じで進めていこうと思います。と
りあえずシェフィーのケージがちゃんと改造できて、シェフィーもね元気に過ごしているので安心です。ちょっとねこれからもシェフィーと一緒にしっかりと暮らしていこうかなと思っております。ということでね、本日はこちらのケージ改造したよっていうご紹介でございました。以上リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上リントでした。バイバーイ。